今度は逆光の中を下からですね、ゆっくり歩きながら全体を撮影します。逆光で見るとまた順光よりもね、別の映像が撮れてくれますね。ちょうど今、3時ですけどね、まあ、ちょうど、横から彼が気難しい花じゃないですか。なんか虫が美しい、なんかそう開かなかったり。こちらからは一応こうね、こちらから見ますと一応巡行になります。巡行の花びらと逆光でね、このああいうふうに撮らされている花びらは全然違いますね。濃いピンクが暑いかな。でも淡いピンクもさ、清楚な感じでよくて、こういうふうに逆光で見るとまたね、違った花の美しさを楽しむことができますね。これは巡行ですよ。おお、ちょっとごめんなさい、これ逆光です。逆光で打つとより美しく見える。これは巡行だ。ないのよ。あれが見事ですね。ないのよ。カールでブランド化粧水が作れてる。バラの匂いがする。あ、これはね、見事ですよ。大きいのよ。そしてなるべく近づいて大きく写すこと。これ一番大切ですね。なるべく花に近づいて大きく写すこと。それからこういう新緑の場合も学校だとで、いろんなこのディテールがですね、はっきり出てまいります。ドングとそれからアップと両方並行してということですね。これね、葉がキラキラ光ってね、ずっと何も素晴らしいな。おー、これね、うん、これは見事だね。そしてここが2列目ですね。2列目に行きましょう。おお、これよくある。
これちょっと育てやすそうね。これは何でしょうね。プリンス・ドゥ・モナコ。グレス・ケリカ。おー、いいね、これも。プリンス・モナコ。いいね。新宿御苑閉まっちゃったみたいな。あらあら、なんかそんな話を聞いた。綺麗な色だよね。うん、はい、以上で一周しましたね。これはベルサイユのものだって。これはバラ園のバラゲート。バラゲートですね。はい、以上です。はいね。以上ですわ。